ちは、早川彩です。石平恋と仕事と社会の Q&A、 今日は、先週に引き続き公開収録で第83回をお届けします。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、会場から、も質問を募っております。勇気ありますよね。はい、先ほど挙手した方がいたので、改めて皆さん挙手した方に拍手をお願いします。はい、ではご質問者の方よろしくお願いします。前回も質問させていただいた卵と申します。はい、前回交際をご報告させていただいたんですけれども、あと2ヶ月1年になるんですけども、先ほどの2番目の質問を書くんですが、結婚についてなんですけど、はい、自分が今29、彼女30になるんですけども、自分の住んでるアパートがもう半年で期限を2年更新を迎えるんですけど、そのアパートについて出るって言った時に、の方が一緒に住まないみたいな提案をしてきたんですけども、はい、まあ、自分としては一緒に住むのは構わないんですが、結婚っていうのは現時点ではあまり深く考えられない気持ちといいますか、まだ早いかなと思っているんですね。はい、で、前にもお話しさせていただいたその病院勤めをしているんですけども、まあ、患者さん側からまあ、30歳ならまだ遊んでいいわよっていう方もいらっしゃいますし、35、40、男はまだまだそれでも花盛りよと言ってくださる方もいらっしゃる中で、はいはいはい、質問のまとめといたしまして、皆さんの考えその男性女性の結婚の適齢期、晩婚化が進んでいる世の中ではありますけれども、皆さんの考える結婚の適齢期っていうものを今回の質問に絡めて教えていただけたらなと思いました。はい、わかりました。でも適齢期あります？だって40歳でも50歳でもしてる人はしてるし、30歳でも20歳でもいいので、気が向けばいいと思うんですよね。ただ今の話を聞いていて、彼が29で彼女が30っていうその1個の違いが大きいよね。もうなんか何て言うんでしょうね、メキシコとアメリカの国境の壁ぐらいそこの1年って大きくないですか？だから正直言うと、30歳の彼女と付き合っていると責任が生じています。なのでそこだけはちょっと考えておいてあげてほしいね。彼女も次の人に行かずにさ、まあ、でもまだ1年だから楽しい盛りだろうけど、ちゃんと付き合ってるんだから、どこかでやっぱりその人が、あ、この人でいいんだなと思うんであれば結婚してほしいしね。ちなみに同棲はすごく楽しいですよ。はい、結婚より全然楽しいです。この責任感のない自由な感じなので、とりあえず結婚の前に同棲しちゃえば、まずはしてみる。そうそうそう、だからよくみんな結婚について不安になるっていうのは、同棲をしておいたら不安にはもうならないです。あ、一緒に暮らしてもこんな感じなんだ、この人はこんな風に、例えば朝起きたら時に顔をするし、お風呂にもこんな風に入るんだなみたいなことが全部わかるので、とりあえずね、同棲しちゃえばいいじゃん。もう 100% 同意です。うん、同棲した？しました。あ、じゃあここでちょっとここでアンケートを取ります。同棲をしたことがある人は、はい、あ、すげえ少ない。みんなすごい真面目なんだな。今ですね、パーセントから言ったら消費税より下ぐらいの感じでしたね。でもあれですよね、やっぱり同棲絶対した方がいいと思いますけど、うん、いわゆる新婚生活のワクワクドキドキはないですよね。あ、それは先に使っちゃうんですね。いい意味でもですけど、あ、でもさ、そこで引っ越したりしたらいいんじゃない？住む街を変えるとか引っ越したりすると暮らしの形が少し変わるので、うん、2人で新しい飲み屋さんとかお蕎麦屋さんとか探すのも楽しいですし、街を変えるようなことでちょっと気分を新しくして、でもどちらにしてもなんかそんなこと言い合ってる時期が羨ましいよね。そうですね、本当に。そうだって、こんなのさ、友達だったら殴るよね。うん、いや、今度半年で更新なんだけど彼女に一緒に暮らそうって言われてるんだよ、へっへっとか言ったら、お前のおごりだよね今日はって感じになるじゃないですか。そうなんですよね。なんかいいっすよね。そう、羨ましい。同棲したいな、また。確かに。その前にでも ね、その前に一つやらないといけないんですからね。うん、そう、離婚は大変ですからね。はい、同棲はいいかなと思います。いや、おすすめだと思いますけどね。ご質問者からもうちょっとフィードバック、もしあれフィードバックないか。ちなみにさ、はい、彼女とは長時間一緒に2人だけでいても大丈夫なんですか？
夏に4泊5日の旅行を、どこ行ったの？大阪の USJ に行ったのと、あと、あの例のベビーメタルのライブに一緒に。そっか、はい、ね、ちょうど USJ の裏に ZEP 大阪のサイトということがあって、うんうん、はい、あと自分の母方の実家が広島、うん、で、彼女の実家が岡山なんですけど、あ、近いね、はい、で自分がその母方のとこに行くって言ったら、え、じゃあ私も行こうかなみたいな感じで。ああ、それは彼女の作戦ですよ。実家に行く前に母方の祖母とかに行って、で、あと宮島も。なるほど、でもそこがさすがだよね。さすがですね。うん、なんかほら、ベトナムに行こうかなっていう時に米軍がさ、フィリピンを抑えちゃうみたいな感じだよね。ここうちの国だからみたいな。ちょっと固めてますね。うん、なるほど、でもいいんじゃないですかね。うん、今その話している顔を見て、いやいや、なかなかね、にこやかに喋っているので大丈夫じゃないかなっていう気はしましたけどね。ただね、あんまりあれですよ、おばさんの言うことを真に受けちゃいけません。確かに女性は自分が早いうちに身を固めている人はそういう人ほどもっと焦れるし後でいいよって言うんですけど、やっぱね、男もね、適齢期があるのよ。これあの世のね、今の男性ほとんどあのもうゴミみたいなあの中高年童貞みたいな人は本当に50歳でも俺は初めて結婚するんだから女子大生で結婚するとか思ってるんで、それは無理ですからね。子供を大学卒業するまで育てるっていうのが50歳の男の人にはもう今本当に厳しいですから、それを考えるとあの社会的な、適齢期はやっぱりちゃんとあるので、やっぱり30代のうちには何とかしていた方がいいんじゃないかな。わかりました。これは叩かれることを承知で聞きたいんですけど、はい、僕がジェっていうわけではないんですけど、よくたまに話がやっぱその35歳を男性も女性もなんかそこは結構ポイントかなっていうのが、ね、話に出るんです、はいはい、で、あのコロナ禍に行ったらごめんなさいね、その35歳過ぎて結婚例えばしてない方ってすごい素敵だけど、うん、なんかあるんじゃないかみたいに思っちゃう、思われちゃうとかって話がたまに出るんですけど、それはね、なんか僕は個々の人の問題なので、あのどうとも言いようがないんだけど、うん、でもあまりにもさ、自分の相手はこうじゃないといけないとか、こういう条件を満たさないといけないっていうようなことを頭から信じ込んでしまうと、出会いも成功も難しくなっちゃうよね。そうですね、それにとらわれるのはもったいないですね。そう、だからとりあえず、まあいろんなゲテモノだったり変な人もいるんですけど、付き合ってみちゃえばいいのになって思うんだけどね。そうですね、まずね、そのトライしてみないとわかんないですよね。そう、確かに難しくはなるかも。ただそうは言っても、あの男の人も若い子だけが好きなわけでは全くないので、あのそれぞれの年齢の魅力ってあるじゃないですか。なので実はその少年の第3部少年の最後に、するベッドシーンは50代の子供が、独立した後の主婦なんだよね。そうなの、明らかになりましたね。あ、そうですね、得した気分です、2月に配信されますから大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫です、はい。なのでそう考えるとね、50代、いやこれちょっと話、時間大丈夫ですか。まあ大丈夫です。この前 ある、テレビ局の番組審議会でその忘年会があったんですよ。で、嵐山幸三郎さんって今75歳ぐらいなんですけど、もう嵐山さんの世代だと、例えばみんなでこうやって飲んでる時に50代ぐらいの女性が入ってくるとみんな目がギュッて変わるんだって。うおー、ピチピチが来たっていう。で、70代ぐらいだと、もう50歳ぐらいだともう夢のように若いので、モテまくるというふうに言ってました。なので年齢はあんまり本当関係ないと思いますね。楽しめますね。楽しめると思いますよ。楽しんでね、本当に。はい、ご質問者の方ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、この番組では皆様からのご質問を募集しております。ぜひ恋や仕事、社会に関する疑問をお寄せくださいということで、今日は、第83回を、公開収録でお届けしました。皆さん、ご質問者の皆様どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。Thank you.